はい、どうも、白熊先生です。今日のニュースはですね、コロナ禍における不倫でですね、なんとですね、ロッテをですね、契約解除になってしまった元プロ野球選手、清田育宏さんのですね、現在に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、まあ、清田さんといえばですね、ロッテでですね、いい成績を残していたにもかかわらずですね、なんと不倫をしてしまったことによってですね、契約解除になってしまうというですね、まあ、なかなかですね、珍しいタイプのですね、まあ、人生を送っているですね、元プロ野球選手なんですね。はい。でですね、このね、清田選手なんですけども、現在ですね、あることにチャレンジしてるんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、公の場で清田選手が語ったですね、今後のこと、そしてですね、果たして清田さんのですね、行動は正しいのかっていうあたりに関してですね、僕なりにいろいろと話をこうしていきたいと思います。まずなんですけども、この度重なる不倫でですね、契約解除になってしまったいきさつだけですね、ちょっとさらっと復習しておきたいと思います。そもそもなんですけども、清田選手はですね、まあ、ロッテ時代ですね、ちゃんと活躍していて数字も残している方だったんですね。まあ、ただですね、いわゆるその女癖がね、めちゃくちゃ悪かったんですよね。そこでですね、不倫をですね、繰り返ししていたんですね。でですね、何がですね、一番の問題だったかっていうと、コロナ禍だったっていうことなんですよね。やはりですね、そのね、プロ野球選手っていうのはめちゃくちゃたくさんのお金が動いていってるですね、そういうところの最前線で仕事をしている人なんで、まあ、一人がですね、コロナにかかってしまうと、それでですね、濃厚接触者とかがたくさん出てしまうわけですよ。まあ、ただでさえですね、みんなね、そのチームみんなでですね、いろんな各地方で転々と移動しながらですね、そう試合をやっていくわけですから、一人がですね、かかってしまうとまとめてね、もうかかっちゃう可能性があるんですよ。まあ、言ってみたらそのクラスターが発生しやすいわけですよね。で、そうなってしまうとですね、球団自体がですね、立ち行かなくなってしまっちゃったりとかするんですよね。まあ、ただでさえですね、そのね、一時間無観客でやらないといけないみたいになっていてですね、集団の収入もですね、ものすごくですね、減っていたわけですから、そんな中でですね、クラスターまで起きちゃったらっていう話なわけですよ。まあ、だからですね、各球団っていうのはめちゃくちゃその辺に関してですね、神経質にやっていたんですよね。まあ、いわゆるその球団関係者以外となるべく会うなとかですね、そういうことをですね、報告義務をつけるとかですね、なんかもう学校みたいな感じですが、校則の厳しい学校みたいな、もうそれくらいの感じのことをね、やっていたんですよね。まあ、ただそんな中で清田さんはですね、その不倫相手とですね、こっそりね、もうたびたび会っていたりしたんですよね。しかもそれがバレちゃったんですよ。バレちゃった。週刊誌とかにすっぱ抜かれてバレちゃった。はい。で、その際にですね、まあ、言ってみたら、その清田さんはですね、その球団に嘘をついたりとかしてたんですよね。他に会った人いないのかとかですね、いろいろ聞かれた時に、いや、会ってません、みたいなね、ことを言って嘘をついて。で、それも結局バレちゃったんですよね。だからそういう風に、球団に度重なる嘘をついてしまったことによって、まあ、言ってみたら、お前はね、一定期間謹慎だということで謹慎になったんですね。で、それからしばらく経って、謹慎が明けたんですよ。で、謹慎が明けてもうね、何日くらいかな、多分1週間も経たないうちにですね、また別の女性とね、不倫してるところをパシャーと取られちゃったんですよね。で、それでもうね、堪忍袋の尾が切れてしまったということで、なんと契約解消になってしまったわけなんですね。まあ、なかなかいませんよね。そのね、まあ、プロ野球選手ってほんとね、数字が追いつかなくなった時はですね、まあ、言ってみたら、結果が出せなくなった時っていうのは、もうバンバン切られますけども、まさかのこの不倫で、ね、契約解除になるっていうですね、本当に稀なパターンがね、清田さんはですね、起こしてしまったっていうわけなんですね。じゃあですね、そんな清田さんなんですけども、現在何をしているのかっていう話なんですね。清田さんはですね、2021年の5月の終わりにですね、契約解除されたんですけども、なんとですね、この度7月18日にですね、公の場に出てきたんですね。それは何かっていうと、YouTube チャンネルなんですよ。で、YouTube チャンネルって何かっていうとですね、西武ロッテなどで活躍した元プロ野球選手中のですね、GG 佐藤さんがやってる公式 YouTube チャンネル、GG 佐藤トラバース TV っていうですね、チャンネルに出演したんですね。まあ、これ、GG 佐藤さんもですね、名選手ですごく有名ですよね。あと、GG 佐藤さんといえばですね、あの、エラー動画、なんか歴史に残る、球界の歴史に残るですね、面白エラーをしてしまった人でも有名ですよね。まあ、皆さんもよかったら、GG 佐藤スペースエラーでですね、調べるとですね、なんともね、よくどっかで見たような映像出てくるんで、はい、よかったら見てみてください。でですね、清田さんはですね、なんと、その GG 佐藤さんの誘いを受けてですね、野球の練習をですね、なんと再開していたことが分かったんですね。で、これどういうことかっていうと、そもそも GG 佐藤さんはですね、現在ですね、副社長をしているんですよ。で、それが何かっていうと、測量会社トラバースっていうところらしいんですね。で、そこでですね、なんとその会社の公式 YouTube チャンネルがあるみたいなんですよ。それがトラバース TV なんですね。で、そこに、まあ、この度ですね、清田さんが出てきて、GG 佐藤さんにお世話してもらってます。またね、野球の練習を再開してますっていうことを発表したわけなんですね。はい。でですね、この辺
辺に関して GG 佐藤さんは何て言ってるかっていうと、本人の野球を続けた意志が強い、年内のトライアウトまではしっかりと体を作って準備したいと言っているので、そこまでは応援したいと思いますというふうにですね、説明したわけなんですね。はい、まあ、つまりその清田さんはですね、まだプロ野球選手を諦めてなくて、今度ですねトライアウトを受けるんですね。トライアウト、はい。でこのトライアウトって何かっていうと、そのね、元プロだったりとかアマチュアの人がですね受けに行くっていうですね、あのプロ野球のためのですね、入るための試験のやつですね。はい、そこでいい結果を出せばね、プロ野球選手の道がね開けたりとかするわけなんですよ。うん、で清田さんはそれを目指してですね頑張ってるっていうことなんですね。だから本当まだですねプロのに対してですね全くもって諦めてないっていうことがここからわかるわけなんですよね。うん、まあ、確かにね、実際問題、清田さんってその能力が低くて解雇されたわけじゃないですから、まだまだやれるっていう思いはね、やっぱり強いんでしょうね。まあ、実際そのトライアウトっていうのはですね、契約解除とかね、あなたはもう能力が足りないんで契約解除しますっていう風にされたんですけども、いや俺はまだやりたいんだってなんとかしがみつこうとしてトライアウト受ける人とかが多かったりするんで、まあ、清田さんもその中だったら輝けるし、もしかしたら全然ワンチャンなんてあるぞっていうような思いがあったのかもしれませんね。そしてですね、清田さんはですね、その動画の中でなんてコメントしてるのかっていう話なんですけども、はい、清田さんはですね、このような形で対談してしまい、僕のことを日頃から応援してくださっている皆様に対して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。チームメイトに対しても本当にこのような形で対談してしまい、すごく申し訳ないという気持ちがありますし、チームメイトのことは今でもすごい応援していますって言ったんですね。はい。そしてですね、このね、もう一回プロ野球選手にね、チャレンジするっていうことに関してなんですけども、今自分はGG佐藤さんに協力してもらって練習できる環境を、いただいて練習しておりますとね、やっぱり、プロ野球というのは特別なステージですし、そこでやれる可能性が少しでもあるんだったらそこを目指してやっていきたいと思いますというふうにですね、まあ、意欲を燃やしているっていう感じなんですね。はい、でですね、ちなみになんですけども、その家族ですね、結局その不倫しちゃったわけですけどね、離婚したのかとかそういう話なんですけど、ここに関してはですね、どうやらですね、今も家族と一緒にいますっていうことを言ってるみたいですね。まあ、だから家族の人たちからこの不倫の件に関しては許してもらったっていう感じなんでしょうね。はい、というのがですね、まあ、清田さんのですね現在っていう感じなんですね。はい、じゃあここについてどう思うかっていう話なんですけども、うん、まあ、僕としてはですね全然いい話だと思いますし、まあね、実力がまだあるんだったらね、プロ野球選手ね、チャレンジしていいんじゃないかっていうふうにすごく思いますね。はい、まあ、やっぱね、そのこの清田選手っていうのはですね、結局ですよ、結局そのね、コロナが一番の問題だったんですよね。というのはなんでかっていうとですね、ぶっちゃけそのプロ野球選手なんて不倫なんてしまくってるわけじゃないですかね。まあ、過去の歴史とかを見てもそうなんですけど、プロ野球選手はやっぱりモテますからね。うん、不倫だったりとかそんなのし放題なわけですよ。まあ、実際問題、現地妻なんて言葉もあってですね、日本全国を飛び回るわけですから、それぞれのですね、飛び回った地域に、いわゆるそのね、まあ、浮気相手がいたりだったりとか、はい。あとは夜は飲みに行ったりとかね。だから、そういうね、例えばその、九州だったりとか、四国だったりとか、九州だったりとか、北海道とか、いろんなとこ転々としますから、そのね、地域のですね、飲み屋街っていうんですか、いわゆるその、キャバクラだったりとかね、そういうとこあったりするじゃないですか。そういうところでですね、ちょっとキャバ嬢の話を聞けばですね、そのプロ野球選手の誰々さんが来たよとかね、誰々さんこんな飲み方してたよみたいなですね、そういった情報なんて腐るほどですね落ちてたりするわけなんですよ。うん、まあ、だからそのプロ野球選手っていうのは、まあ、現在から過去までですね、ずっとそうやって遊んでるもんだったりするんですよね。はい、まあ、だからまあそのね、清田選手もですね、そのね、不倫がわーわー言われてますけど、不倫自体がどうこうって話でもないんですよね。だってみんなやってるわけですから。はい、でもやっぱりそのコロナ禍においててここなんですよね、すべては。うん、まあ、おそらく普段不倫しまくってるですね、他のですね、野球選手たちもですね、多分このコロナ禍においてだけはちょっとの一回女遊びやめて、ちょっと野球だけにね、そのね、集中して頑張っていこうって言ってる人いっぱいいると思うんですけど、そんな中で清田選手は我慢できなかったわけですからね。はい。まあ、だから、まあ、クビになってしまったわけなんですからね。はい。まあ、だからこそ、その実力自体がどうこうって話はないんですよね。そしてプロ野球っていうのは結局ですね、その残酷なまでの実力ね、社会なわけですよ。はい。まあ、だから、どんだけ人が良かってもですね、良いですね、みんなから好かれてる人でも、数字がついていってなかったらね、もう容赦なくですね、首切りにあっちゃうわけですよ。ね。だから逆に言うと、どんだけですね、まあその、ね、人間性どうこう関係なくですね、能力さえ高ければですね、全然雇ってもらえたりするんですよね。まあ、あくまで清田さんが今回クビになったのは本当にイレギュラーなね、コロナ禍というイレギュラーな、こと、現在のですね、状況が重なった上での話ですから、うん。まあ、だから、清田さんもですね、きちんと実力をですね、もう一回見せて、あなたのね、チームを勝たせるためにね、ものすごい私は力になりますよ。しかもなだったら年俸も低くていいですよって話だと思うんですよ、きっとね。だから、この年俸の低さで清田選手くらいの能力をね、持ってる選手を取れるんだったらっていう風
ような球団がですね、手を挙げることは全然あったりするわけなんですよね。まあだからですね、清田さんもですね、まあその辺ね、もう今度は絶対にね、少なくともコロナが落ち着くまではですね、不倫はしないぞっていうですね、強い意志を持ってですね、その球団でね、頑張っていただければっていうふうに僕は思います。はい。何度も言いますけど、清田さんの打ったら、能力的な問題で言えばですね、まだまだ全然できると思うんでね。はい。というわけですね、今日はこの辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントとかありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。